ちは、みょうもです。黒沢です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回はアグラムートが重心化会になりましたので、ちょっと使ってみたいと思います。まぁ、ちょっと使ったんですけどね、個人的にはアグラムートやっぱりね、殴り強い超パワー型ってことでね、押していきたい存在ではありますだけど個人的にはちょっと白爆発が友情コンボから消えてしまったんですよね。その代わりに拡大爆破弾という、まあ威力も出せる、離れていればというアグラムートさんです。で、コネクトスキルが合計 HP が9万5000以下、これがね、きつい。正直発動させるのがコネクトスキル、アンチ魔法陣つくんですけど、コネクトスキルでまあきついよね。まあだからこれを発動させたい人はその HP に多数振らないとか、あとそもそも120レベルにしないで99で運用するとかね、いろんな人がいるとは思うんですけど、まあ個人的にはね、僕個人的な考えとしてはもうね、もうアンチ魔法陣もコネクトスキルもいらねえと俺もういらねえ、これ使ってやらねえと思う。使わねえ、そんなんは。そう、アンチ魔法陣で死なない、別にダメージ食らうわけじゃないいらねえということで、僕はもう結構振り切ってます。もうタスもマックスで振るし、はい、攻撃力落ちるの嫌だしね、120レベルにしないと、うん、そういう挑戦もしておりません。もうこのまんまの、ありのままの、もうアンチワープのキャラとしてこれから僕はね、運用していこうかとアグラムートは考えております。ってことで今日はダイナ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。まあダイナね、その続ボスが、まずドラゴンなのでキラーが刺さります。で、ザコにもこの忍者は味なんですけど、上のキャラたち、上のキャラです。まあ、鉱物は刺さないか。上のネクロンとかは魔族なんで、そこら辺にキラーが刺さってくると。はい、言ったことなんで、ハーメルに連れてきて、はい、ハーメル。ハーメルじゃない、キラーだろ。ハーメル、まあ、状態異常回復持ってて、重力バリアを消せるっていうことで、これでアグナムートでちょっと、ボスをぶん殴ってやろうかということでございます。はい。で、アベルね。まあ、ちょっと火力足りるかなって一応心配になって、これ1回しかできないんで、ダイナなんで。はい、状態異常回復もできて、超重力ってことで、まあ、こいつ強い。アベル使っていきたいと思います。アベル大丈夫使うの初めてかな。ちなみにキルアも初めてだ俺。まあ、早速行ってみたいと思います。まあウナウスさん今バス型ですね。爆弾出ましたね。まあまあまああらかた解けましたね。はい、こんな感じで、まあ普通にポンポン進んでいて、まあボス戦からちょっと火力を見てもらいたい。やっぱり超パワー型ね、強いっすよ、強いっす。で、動けるかどうかが問題ね。なのでまあハーメンの重力消そうかという感じでございます。よし、頑張るぞ。さてどんなもんなんだ、どんなもんなんだ。その幻獣よ、あいつ、あのトリケラーさん、これ幻竜キラー刺さってみる。え、なにこれ、下、え、下でなんか、え、雑魚当たってないんだけど、やばくないこれ。綺麗に真横だったんだな、今のやばくない、今のびっくりドンキー。じゃあ、アグラムートの友情コンボ、いやこれキルは強えな、キルはやっぱ強いなおいおい、投げらせろアグラムートにアグラムートに投げらせろ。まあいいんだよ、まあいいんだよ、ボス戦から見せられればいいから。この友情だけじゃ解けないからね。じゃあこれとかね、これとかはもうアグラムートの殴り見せるしかないでしょ。でこれ反射になって、これもう重力で減速しながらちょっと入ってこうぜ間に。ほらドラゴン死ね。あ、うん、まあちょっとハマりきれなかった俺の不手際がありましたが、不手際しかなかったね。すいません来ましたまあなるほどね。じゃあアグナムート当たってくか。あ、そんなに回復したいね。状態異常回復、アベル強え、マジで状態異常回復優勝する。あ、さあ友情あ、そう、さあこっからちょっとね、友情コンボで溶かしていきたい。待って、よく動けねえや、アメよ、ダメージオール持ってないから。当たれ、まあ、さすがにきつい。じゃあキルアいくよ。オッケーオッケー、アベルに飛んでくれた。キルア、じゃあ友情コンボ見せていこうぜ。ほら、爆破弾キラー持ち、おっ殴っちゃったなまあでも、まあ削れたと思うよ、まあ削れたと思う。じゃあアグノムと殴り見せますか。どうや、殴りは強いね、やっぱり。まあ殴りはいいんで、いい感じ。あとメテオドがどれだけやってくれるか、あとほんと重力なくなった時にどれだけ進化を開けていくか、進化を開けていくか。じゃこれとかもちょっとね、友情コンボ進めてね、雑魚溶かしていきたいね。いよいよ爆破弾で誘発してくれましたね。こういう接敵してるところはね、
油圧してくれるんですけど、やっぱりでも何にしても範囲が狭いんで、前よりは白爆当てるツイスター前とはね。さあ、まずはどうしていこうかな。トリケラさんとかすっかな。あぶね。さあ、ダメージオールが展開されます。でキルワのターン、これ出番怖いな。ちょ、右寄りますか。ワープは展開されてもよし、逆にワープ展開されて、このアグナノイトのちょっと火力が湧くと、今 1.15 倍かな。オッケー、ハーメルオッケー。じゃあ一発触れますか。本当は入っていきたいんで、ちょっと毒がね。お、強い一発、やっぱり。うん。うん、やっぱ殴りは優秀。でも今の往復できたらだいぶやっぱダメージ出そうじゃないか。減速率の話もあるしね、ショッパー型。そうだね。なかなかやってくれそう。今のところ友情も結構活躍してる感はあるけど、まあ超アンチワープとしての多分運用になってくるからね。やっぱコネクトスキルが95000ってもうアグラムート自体がね HP 高い時代で本当に無理なんで、本当考えなくていいかも。じゃあなんでつけたのって話なんだけど、まあ当鉄用かな。トーツとあと構える同じギミックだと、この構えると連れていく感じにはなると思うんですけど、まあにしても渋いよね。これとスキルは大変だね、あれ。あ、いろんなキャラ出たり。いや、めっちゃ大変だよ。違う、毒感染やべえ。そうだ。これはもうね、アグラムートさん見せるしかないっすよ。見せらんねー。とりあえずハード拾ってあの反射でやっぱ初段 1.2 倍なんで、初段よ。おー、33万。うんって感じですね。じゃあアベリいきますか。はい、マジ。まあ、これからっすか。重力消しすんで、消してからのラスゲっすよ。ラスゲ、殴りですよ。そう、殴りとメテオール、流星群を降らせたからね。もう昔のテキストまんまだから流星群。さあ、ハーメル、まあ、貫通になってアグナムと当たっていくか。まあ、ちょっと弱点もいい感じなんで、ホーリングが刺さってくれればって感じですね。周りに行きましたね。これ弱った敵に行けば、ちょっとわかんねえな、このテキストは。多分弱った敵に行くのかな。どうなんだろう、頼むな。最近のキャラランダム気味だけど、待って、これやばいかもしんない。これは厳しい。これやばいな。なぜかというと、あ、よかった、超スピードじゃなかった。超スピードかと思った。あ、なるほど。そうなるとこうかな。反射になって、オッケーオッケーオッケー。これで回避するとだ、アグラムートっすよこれ。行くぞ。チョワチョワパー乗っていない。アグラムートバーストップ。はい。まあ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 。やっぱ重力あるどうしようかな。まあ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 、どうしてもね、重力あるとこれ垂らすから本番は。さ、マジこいつやばい。こいつに毒いったのちょっといただけないですね。これやばいな、ちょっと。毒感染しちゃってハーメルに移したくないね。ならアグラムート当たっとくか。アグラムート当たって次でハーメルで回復するっていうシステムを取る。待って、それやばくね。よろしくないね。で、次ハーメルで回復していくので、アグナムートの友情を流していくと、うん、ハーメルスタートにしたかったけど致し方ないな。まだラスケではないんでね。はい、ちょっと待って、毒だったんだけど。あら、やべ、寝ぼけてた。まあでも大丈夫かな。お、これアグナムートマジポジションじゃね。あー、そこいいのか、うん、おーおーおーおお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 おアベル撃っちゃうか。もう最終で撃たない。アグナムートに頼る。アベルどんぐらい出すんだろうな。いや、お前、
マジやばいなこいつマジやべえな。まあ、これでハーメンスタートに挑戦できたんで、これでちょっと重力を消していきたいと思います。さあ重力を消しますよ。下行きたいね。下まで行けるかどうか。さあちょっと、さあ重力を消せ。やばい、アグナムートのやつが。大丈夫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 、大丈夫っす。キルアでそいつは倒すんで、キルアでこのサイは倒す。で重力を完全なした状態で、さあアグナムートいきますよ。真の力ガーへぇー、ざまみろ。あ、OK と。キルアさん、さて、お膳立て終わった。お膳立て終わりましたね。そこ弱点、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 そこ。あー、ザコ溶かしてくれたら GG。 OK、キルア強え。 OK、これでワープも展開された。これ完璧じゃない、いいんじゃないこれ。じゃあ行きますよ。 SS 打ちながらちょっと殴るよね。ダイナに向けてどれくらい出るか。さっきちょっと、いや、これ足速いね。おお、いいじゃん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 。あキラーの反撃。まあでもさ、やっぱダッシュ M ついて、うん、だからやっぱりもうパワー型っぽい殴りじゃないよねこいつは。そうだね、うん、だからワープロステージはやっぱりかなり殴りとして活躍ができるってことで、ちょっともうステージ行ってみましょう。え、連れてけねえ。俺どっから使ったのか、連れてけねえわ。ドカジャ引くわ、ドカジャ引くわ。ちょっとアグナム当てるわいやいや、びっくりした、流れるように引いたのちょっとアグナム引くわ。ちょっとアグナム引く。あれ、そう、そっか、俺ショコで使ったんだ昨日、小水の使ってみたで。ちょっとアグナム引くわ。マジで、ちょっとアグナム引くわ。もったいな。なんかガチャ動画撮ろうよ。ならもう、もったいな。じゃあいいよ。これ普通に使っていいから。じゃあ、アグナム撮ってねえや。アグナムとちょっと、小水の動画で使っちゃったから、ちょっとアグナムと引くわ。オッケー。もうちょびっくりしたわ、今。アグナムと引くわ。流れるように。流れるように課金してたから、ビビった俺。俺もなんかちょっと勢いで。あ、ちょっとマルスも欲しいですね。マルス欲しいんだよな。お、エリザベス。エリザベス来ましたね。エリザベス来ましたね。マグナムとはちょっと運極近いんで。あ、そうなんだ。そう、ちょっと混ぜてしまったのが問題なんですね。すげえ過去に。よくないっすね。そういう癖があるんで。でマグナムと 1.2 パーとかだったら結構、ありよりのありなんですけどね。ゲロ爆死してる。ゲロ爆死してるね。これ、やばいね。嘘だろ。え、ノリって良くないかもな、やっぱり。だこれ。アグナムート来い。もう、今回出ない。あ、ノンノ。ノンノっすね。ノンノっすね。いや、マジで。マジってのは。ノンノっすね。いや、マジか。え、どうしてなんか今日やばくないお前。いや、そんなことない。そんなことないよ。大丈夫、なんかあった。いや、ちょっとアグナムートちょっと使ってみたいなって思いまして、ちょっと引こうかなって感じですね。いや、 1.2 倍だからそろそろ出るよ。はあ、そろそろ出ると俺は思ってる。まあ、ちょっとマルスも欲しいっつうのあるね。あ、僕まだコンプレックス極まってないんで、ちょっとコンプレックス枠でね、1枠いてもいいかなって。持ってないキャラがいるから、まあ引く価値はあるけど渋い。吐くこんなん。え、マジ渋いね。吐きそうな。さすが属性ガチャ。レッドスターズとか超久々に引いてるけど、やばいねこれ。やばいな。ちょ、ほんま、ちょ、ほんとにちょ、ほんとにちょ、ほんとに諦めた。いや、気持ち悪い。ナタ、うー、ナタ来たね。やばっ。嘘、俺もさらっと出る感じだったよ。
いや、言うて。龍馬。え？やばない。いや、不動明王会でちょっと、あげのこと使いたかっただけなんだけど、僕は。いや、単品狙いなんか地獄に決まってるでしょ。あれ？あ、孫悟空じゃん。うん？本当お願い。収穫少なすぎる。うぅ、おぉー、ビストロズ来た。はい、ということでちょっとガチャではやらかしてしまったんですが、はい、気を取り直してね、ちょっとアシュラの方やってみたいと思います。さあ、友情コンボでいい感じに溶けるんじゃないのこれ。キラがやつに乗ります。真ん中のやつら、アスラの方に乗るので、あれも前提としておくのは、もうこいつはまあ友情よりは殴りのキャラなんで、まあ、殴りをとことん生かしたい。ダッシュエンブのともにダメージオールが決めてしまったんで、そこは気をつけながらね、みたいですね。いいね、これ弱って敵から攻撃してくれる超絶フォーミング。さあ、友情コンボ当たっていきましょう。まずは弱った敵から倒していくと。で、これも危ない GG と。これなんか近すぎて大丈夫じゃない？OK、 回避して再び。さあ、友情コンボ。さあ、バックカーターン、いいね、弱点にも刺さって、 OK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 、 そうそう、ダメを移動しな。 OK、 じゃあ行きましょう。殴りと友情コンボ、 OKOK、 いいじゃん、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 いいじゃん。これがね、貴族生だったらさらに伸びるわけですしね。はい、そうですね。あと今来てないけど、東鉄に行ってみたいですね。ほい、友情コンボ。普通ですね。なんやねん。今ねちょっとアグラムとなんか当たれんかったし。事故みたいな。痛い。6の乗っちゃってる。いけ。うまく当たれなーい。そこでこれ溶かすんじゃないかな。 OK、バート。これなんかダメージウォールのさ、イメージがアグナモトつきすぎてさ、ミスりそうだよね。ついやったやつ。そう。あ、そういえばワープになったんだって、こいつはアンチワープを捨てたんだった、じゃね、アンチダメージウォールを捨てたんだった、逃げたんだこいつはっていうあれをさ、ダメおまけから出来上がって、ゲージアウトします。一応今やっぱりキラーにはいい火力出てる。うん、アチテーゼ強えと思ったでしょ。これ？ああ。また食われるぞって。だからこういうやつらがもう出てきちゃってるから、アグナムトさんはダメージオールやめたんです。はい、なるほどね。たくま変えようぜと、ちょっと。主戦場を変えよう。戦場を変えよう。さあ、じゃあボス戦。さあ、友情コンボと殴りを見せていきたいところ。白い。いいですね。さあ、速度ダウンが入ってしまいます、ね。確かに速度ダウンが入るから、まあ、ここ向いてなかったかな。わ？何？食ってたのか。わって食ってぶっ飛んでった。そうっすね。まあ、この辺暇なんで、打っときますか。まあ、終わらすなよ。OKOKOK、いい感じ、いい感じ。いい感じに処理してくれた、ザコは。邪魔しない。おっと、ダメージを。削り切るんだな。
速度ダウンされてんだよな。待って、どっちを選ぶ？行かないのが普通だよね。そうや。にしてもいて。して。飛ばさない程度ね。はい。まあ、飛びそう。300万出てるよ。なんだこいつ。何してんの、なんだ。まあ次ちょっとアグラムと殴り。写真じゃない？第一ね。くしゃべ半分持ってってる。オッケー。状態上回復もちょっとけどかな。あ、でもいいっす。よし、ラスゲー。さあ、アグラムート、ちょっと、これ加速はしてないよな。なんかすげえ速く見えるんだよな。さあ、メテオ行きますか。1段階目ます。これいきますわ。それちょっとやべ、やらかした。これはこれジンジン、ちょっと速度に当たるな。ニン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 ですね。ピンチピンチ、これはピンチ。で、これは相手も何もしない。うわぁ、はい、ありがとう。あぁ、諦めるとかやばい。次のこれ帰ってこれる上に夢はできるかも。俺ずらすずらすずらす。あー、なるほど、頭いい。いけ、お前ここでやんなきゃ、お前笑われもんだぞ、一生。あらめとよ、あらめとよ、お前ここでやんないと笑われもんだぞ。笑ってんのか。頼むぞ。笑われたまんま終われねえよな。終われねえよな。いやー、470万、友情もありましたが、よかったよかった。いや、こういう白のステージには向いてないですね。ゲイク適正のとこ行かないと。超アンチョン見せれてないしな。はい、ということで、ちょっとアグナムートをちょっと、まあ彼女の向いてるところとは言えないところに、まあ2つ連れてってみたわけなんですけど、途中ガチャも挟みつつ、やっぱスピード感がね、やっぱり普通のパワー型と違うんで、そこはなんかすごくいいかな。多分1回分か、2回分場所によっては。やっぱり殴る回数増えてるし、この火力ですしね。キラーも5つ持ってると。はい、かなり強い、尖ったキャラなんじゃないかなと思います。まあその代わりにやっぱコネクトスキルの発動条件が厳しいので、まあキャラあんま持ってないって人、は、HP 調整とかした方がいいと思う。ああ、はい。キャラ潤ってるよ。別にアンチ魔法陣、いいよって人、潤ってる人はね、まあ少ないわけではあるけどね。って人はね、まあ別に全振りしてね、作っちゃってもいいんじゃないかな。まあそこはちょっと分けた方がいいかもですね。あんまキャラ持ってない人は、本当にちょっと HP のことはちょっと考えた方がいいかも。まあキャラ組み合わせでちょっと9万5000以下に調整できるよって人はいいかもしれないけど、それもちょっと厳しそうだなって人はちょっと HP 調整も考えてもいいのかななんて思ったりしてます。で、まあ友情コンボキラーは乗るんですけど、まあ、こいつの友情、こいつは友情メインで立ち回ってはあんま強くないので、やっぱ殴りメインで使っていきたいって感じですかね。はい、ということで、まあ、ちょっとあんまりキャラ持ってないって人はちょっとそこら辺 HP 調整とか考えて育ててみてください。はい、ということで、アグラムでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。